脳筋は頭の筋肉ってことですか。そうですね、うん、やっぱり大事なんじゃないですか、こういう部分っていうのは。だっていろいろやる上でね、前に行くのが怖かったり知るのが怖かったりで、全然ね前線に出ることができない。そうなってくるとやっぱりね、エリアとか矢倉とかね、あとは保護とかね、まあ、アサリもそうなんですけれども、まあ守りだけじゃないですか。でも違うんですよ、頭を筋肉にすることによってもうその恐怖を筋肉で潰すんですよ。そうするとどうなるか、なんと前に出れるんですよね。筋肉こそ勝利の第一歩。もう頭まで筋肉にすることによって対面力をもう最強にする。僕にとって X 行くのに大切なこと、あ、何が必要かってこと、え、筋肉。いや、全てだろう、もう本当に原点にして頂点だろう。